ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、明治45年新選怪談ぞろえとしてまとめられましたものの中から、桃川助演口述によります小肌小平次。それでは本文をどうぞ。小肌小平次、毎度怪談師のよく演じまする小肌小平次、一名團十郎の猫というお話を一席申し上げます。初代成田屋市川團十郎という人は、下総市川村から出ました人で、最初は怪談の団、反物の反という字を用いました。俳名も白猿といい、至って身持ちのいい人で、ことに子供が大好きなところからあだ名を布袋白猿と言いました。この人の元男子をしておりました杉山半六というもの、今は表方をしておりますが、これが親不孝者であるので、よそながら意見をいたしました。それをかえって半六が恨みに思い、隙があったら成田屋を刺し殺さんと、合口などを懐にして付け狙っていると、ちょうどこの時に團十郎が忠信をしておりまして、舞台の下手のところに繁盛を控え、例の杉山半六が座っておりましたが、今肝心の忠信の引っ込みで、それを見ておりました杉山半六、いきなり飛び出して隠し持ったる合口を團十郎のどてっぱらに突っ込んだ。いくら團十郎が偉いからといってどてっぱらへ合口を突っ込まれてはたまるものでない。はっといううちに二つばかりえぐった。いやばしたものがすぐに飛びかかって杉山半六を押さえようとする。半六は血だらけになって合口を振り回し、しばらく手向かっておりましたが、大勢寄って取って押さえ、そのうちに幕が閉まり、半六はすぐに町方役人が出張しておりまするから縄にかけてしまう。團十郎は釣り台へ乗せて自分の家へ送り届け、手を尽くしましたが手がてかなわずして、ついにその晩落命をいたしました。さて芝居どもいっともの騒ぎになり、ことに團十郎一家の嘆きは一通りなりません。憂いのうちに葬式万端立派にいたし、杉山半六の方は人を殺しましたので、早々天満町の牢へ送りになり、吟味の末ついに死刑ということに相なって一段落つきましたが、その半六の女房が至って陰譜でございまして、間もなく二枚目の役者小肌小平次というものと夫婦になりました。するとこれが大層評判が悪い。二代目市川團十郎がこのことを聞いて、ああとんだことをした、一つ舞台へ出れば女房にもなり兄弟にもなる役者だが、人もあろうに親父を殺した杉山半六の女房を小平次が女房にするというのは近頃つらてがましい仕方。舞台の上の付き合いはしても私の交わりは位牌に対してできないと、小平次へ対してそのことを言うと、生来小平次という男はいらんであって、何の成田屋とばかりでなければ芝居ができないわけはない。付き合わないというなら舞台の上でも付き合うまい。他の座へ出て立派に家業をしていけると、そのまままとまっている芝居も断って、さて他の座へ出ようとすると、元より評判のいい成田屋と交際も立った小平次はどこでも使わない。ことに小平次の方が筋が悪いから、自然客側の憎しみもあり、ついには江戸にも
おられないようなことになり、江戸ばかり天道様は寺ね、どこへ行ったって家業はできると、女房のお近とくだらない下回り役者を連れてあちらこちらを回っておりますうちに、奥州二本松で興行をした時、あまり入りもなくして楽になりました。相模屋という宿屋の奥座敷で弟子が二人に女房のお近と四人で一杯飲んでおりますところへ、どこから入ってきたか、その座敷へ入ってきたのはブチの小さい猫でございます。親方、まあご覧なさい、いい猫じゃございませんか。いい猫だ、ここへ来い来いと手を出すと、そばへ参りお平次の膝へ乗って香箱を作っておりますから、どうだよチカ、人間でも猫でも息の合うものは奇体なもので、可愛がるものを知っているんだと、魚などを取って食わせると喜んで食べる。おちかもまた猫が好きでございますから、いっそこの猫をもらっていこうということになって、宿屋の者に聞くと、紛れ猫で主がないというから、幸い小平次がこの猫をもらいました。さあそれからそれへと打って回る旅役者、どこへ行くにも猫を連れて歩くから、猫の小平次とあだ名を取るぐらい、しばらくあちらこちら興行をしている時に、奥州岩沼の芝居の時に、土地の長脇座氏の拓郎というもの、古文の20〜30人もある、この拓郎といつしかお近が小平次の目を忍んで悪いことをいたしました。おしろい臭い小平次より腕一本の博打打ち、どこか気に入ったところがあると見え、拓郎の方でも女はよし、江戸っ子でございますから、お近の色化に迷い込み、そうこうするうちに岩沼の芝居は終わり、それから出羽の山形へ乗り込んでいくという約束が整いました。ところがここを立ってしまっては、拓郎とお近はもはや会うことができないというので、完膚完膚相談の上、拓郎が古文に万事を言い含め、小平次を茶屋へ呼んで酒に酔わせ、その帰り道を拓郎を待ち伏せぼして鉄棒を持って小平次を撃ち殺し、その死骸へ重しをつけ、朝霞の沼というへ投げ込んでしまった。女房のお近はそ知らぬ顔、小平次の行方の知れないは、大方座で若い色でもできて、それを連れてどこかへ行ったんだろう、ああいう浮気の人だから逃げたんだろうという、そういうところへ来ると役者などは気の毒なもので、浮気家業をしているだけに人もそうかと思います。るそのうちに山形の座の方がもう切り詰めでございますから、一組の役者は山形へ立ってゆく、自分は後に残り、なお夫の行方を尋ねていくというようにして、首尾よく一同を欺き、そのまま拓郎の方へ来て、ずるずるべったりに女房に会いなり、拓郎もそれからは自分のものとしてそばへ置きました。しかるに旅から旅を歩きましても、大事にしておりました猫が、小平次が行方知れずになりましてから、どこへ参ったかまるっきり姿を見せません。女房のお近はもとより拓郎と貫通をして、相談づくで小平次を殺したようなやつゆえ、猫の行方が知れないので、それを探しもいたしません。ところが拓郎はこの20日ばかりというもの、出るとは取られ、出るとは取られ、始終博打の方がうまくゆきませんけれども、古文のちっとも持っておりまするし、寺口を取る博打打ちでございますから、自分で手を出しさえしなければ、日にいくらというもの上がってくる、それをつい手を出すから取られるというようなわけで、今日も中島村の陣八のうちへ出かけました。
博打のお話は詳しくは申し上げませんが、蝶と張れば藩と出るというようなことで、たちまちの間に50両の金を取られてしまった。おい友、うちへ行って金を持ってこい。へ、よろしゅうございます。けれども親分、うちへ行ってできますか。何、うちへ行ってできるかとは何だ。人中で恥をかかせるな。うちのやつにそう言って100両でも200両でもあるだけ持ってこい。へ、かしこまりました。と友蔵という子分が表へ出ましたが、親分はどうかしたぜ。今日出てくるにも50両の金をひでえことをしてこしらえてきたんだから、うちへ行って話をしたって50両のことはさておいて5両のこともできやしねえね。あんな親分じゃなかったがどうしたんだろう。この頃どうも変だぜ。ややもすると腹を立って人を叱り散らすが、千の姉子だと働き者だから銭がねえと言ってもそんなにを駆け歩いて50や100の金は通さなくこしらえたが、今度の姉子はああいうわけで来ているんで、親分は恐ろしく気に入っているから鼻の下を長くしているが、金の才覚はできやしねえ。行かなけりゃ親分に叱られるし仕方がねえ。とつぶやきながら小一里あるところへ参りまして、姉子、どうしたんだい。またお金が足りなくなって取りに来たんだろう。そう、どうも知ってられちゃ仕方がねえ。今日は恐ろしく出来が悪くって、持って行った金はみんな親分が取られちまったんで、うちへ行って取ってこいと言うんで、まあ来たんだが、ちっとはまあありますかい。